AI 完全自立飛行艦載機 MQ-25A 空中給油機。今回は AI で自立飛行する無人空中給油艦載機 MQ-25A スティングレイについてです。米軍は2024年を目指して AI 先進自立飛行型艦載機の開発を進めています。ボーイングの MQ-25A は2011年に策定された U クラス計画において研究開発された機体をもとにしています。 U クラスとはアンマンネット、キャリアランチド、エアーボーン、サバイランス、ストライキの略で、日本語だと、空中監視、および、打撃用無人艦載機計画という感じでしょうか。米海軍の内部でも、かなりの議論があり、紆余曲折の結果、2016年に U クラス計画は破棄され、最初の無人航空機は、空中給油艦載機とすることが決まります。ただし、この計画で得た研究結果は引き継がれ、MQ-25A スティングレイの開発に生かされることになりました。2014年の U クラス計画における予備設計の時点では、ボーイング社、ジェネラルアトミックエアロノーティカルシステムズ社、ロッキード・マーティン社、ノースロップ・グラマンシステムズ社の4社が、この計画に参画しておりましたが、米海軍は2016年に、ボーイング社とロッキード・マーティン社、ジェネラル・アトミック・エアロノーティカル・システムズ・ GAASI 社の3社に絞り込んで、再度、提案を依頼し、2018年に選定を行いました。その結果、米海軍はボーイング社案を選定し、10機の開発契約を締結します。契約は、8.05 億ドル以内で MQ-25A を開発完了させ、2024年までに4機を空母戦闘航空団に納入、配置し、初期運用能力を獲得する。というもので、期限内に目的を達成すれば、報奨金がもらえるという、やる気が出る内容となっております。開発に携わったのは、ボーイングがファントムワークスという部門で、ロッキード・マーティンがスカンクワークスという部門になります。スカンクワークスは結構聞く名で、U2 偵察機や SR-71 偵察機を設計開発したことで有名です。ジャケットやシャツ、ワッペン、時計など様々なグッズも発売されております。一方のファントムワークスは、あまり知名度がありませんし、開発実績も X 付きで終わることが多いようです。ただし、今回の開発では、ボーイングは、現行の海軍主力戦闘機である FA-18EFG 型の開発製造を行っており、空母での航空機運用ノウハウが一番あったことが奏功したようです。空母運用において AI に必要なデータも他の企業より多く持っていたのだと思います。その差なのか、コンペ相手のロッキード・マーティンは完全自立飛行型の提案はできなかったようで、無線操縦型の UAV の提案だったようです。おそらく、敗因は、この自立飛行できるかどうか、だったのではないでしょうかね。ロッキード・マーティンの機体は、イメージビデオにある通り、全翼機タイプで、なかなかにいい感じの見た目ではあったのですけどね。見た目は、こっちの方が、近藤は好みです。もう一社の GAASI 社は、RQ-1 プレデターや MQ-9 リーパーを開発納入している企業となりますが、実用化しているプレデターも、リーパーも、プロペラ機ですし、ジェット機など高度な性能を持つ航空機の実用化の経験がないので、やはり難しかったのではないでしょうか。選定されたボーイングの MQ-25A スティングレイは、画期的な能力を持っており、世界初というものがいくつかあります。特徴的なもの2つだけ挙げてみます。まず、1つ目は、回転翼タイプで離発着できる無人航空機、UAV は複数ありますが、空母で運用する固定翼艦載機と同じように、カタパルトを使った発艦、アレスティングワイヤーによる着艦が行える実運用機としては、世界初の UAV となる予定です。空母での運用能力を備えた完全自立型 UAV です。発艦は比較的容易なのかもしれないですが、
洋上で揺れる空母への着艦はかなり難易度が上がると思われます。米海軍が艦載機の離発着で運用している GPS 誘導全天候着艦システムとも連動すると思われます。どう連動するのか気になりますが、このあたりの詳細情報は見つかりませんでした。2つ目が AI による完全自律飛行で空中給油を行うドローンであるということです。これはパイロットが地上または艦上から無線による操縦を行わず、 UAV に搭載された AI により全て自動で行われます。レーダー電波追跡型の徘徊型自爆ドローンは実用化されていますが、支援任務である空中給油を行う完全自律型飛行ドローンは初めてと思われます。開発に成功すれば、おそらく AI 完全自律飛行による空中給油 UAV としては世界初となります。給油予定地点とかはあらかじめインプットするなり、ネットワーク経由で指令されるのだと思いますが、 AI のコントロール下で全て自律制御にて行えます。 AI での完全自律飛行は電波妨害を受けている状態でも安定して運用でき、米海軍は将来開発を進めるであろう空中監視や打撃能力のある AI 自律飛行 UAV のためにも、本機はどうしても AI 自律飛行にしたかったようです。またこの機体の開発が成功すれば、波で揺れる空母への着艦が AI コントロール下で自動で行うことができるようになります。実用化されれば、将来的には有人機もサポート用の AI を搭載し自動着艦という感じになってきますかね。そうなると着艦時の事故がかなり減りそうな気がします。ではこの空中給油機を実用化することによりどのようなメリットがあるのか見てみましょう。今まで米軍は FA-18EF に燃料給油ポッドを搭載してにわか仕立ての空中給油機として運用しておりましたが、専用の空中給油機が完成すれば作戦に投入できる戦闘機数が増加することになります。現在では FA-18 の 25% から 30% の機体が空中給油任務についておりますが、専用の空中給油機を投入することによりほとんどの FA-18 が空中給油任務から解放され、パイロットの負担も軽減されます。また空中給油任務についた FA-18 は8400リットルもの大量の燃料を搭載するため機体寿命を縮めてしまうという問題がありましたが、これも解決されます。そして最大のメリットは、空母艦載機の作戦行動半径が 1.5 倍以上に拡大されることです。 MQ-25A は8700リットルの燃料を搭載することが可能で、米海軍ではこの MQ-25A の運用が始まると、主力の艦載機である FA-18EF 戦闘機では、現在約 800km とされている作戦行動半径が 1300km にまで伸びると米海軍は発表しています。これは空母打撃部隊の攻撃可能範囲が広がるということであり、同時に艦載機による防空エリアも広がることを意味しています。今までより攻守ともに広範囲の作戦領域を得ることとなります。新開発の長距離ミサイルと組み合わせれば 1600km 以上先の目標を攻撃することも可能となり、空母打撃群の長距離打撃能力が飛躍的に向上します。航空母艦は敵からより離れて作戦ができることとなります。空母の防衛を考えた場合、大きなメリットとなります。またE2D などの警戒・監視を行う航空機に給油すれば滞空時間が増えますので、効率も上がるのではないでしょうか。ただし、乗員の疲労などの問題があるので、そのあたりの調整は必要となります。近年は、ミサイル兵器の射程が伸びているので、航空機の行動半径が広がるのは、空母を守りながら攻撃を行うという観点から見れば、非常に大きなメリットです。米海軍では2024年に納入される4機を皮切りに最終的には72機を調達する予定で、12隻の各空母に6機が配備される予定です。72機導入が決定した場合の契約金額は
130億ドルになる見込みで、これは日本円だと100円換算で1機当たり180億円強となります。最新型のステルス戦闘機である F-35A、 95億円の倍近い金額です。高額ですね。 AI による完全自律飛行は各国とも盛んに研究を進めており、我が国の防衛省も例外ではありません。ただし、戦闘機の完全自律飛行はまだかなり難しいようです。戦闘機は戦闘を行うことが前提です。戦闘を行うとなると判断すべきことは増えます。結果として難易度も上がります。その点、空中給油機などの支援機であれば、戦闘機に比べれば AI が判断すべきことも少なくて済みますので、実用化しやすかったのかと思われます。米海軍のこの艦載型の空中給油機が実用化されれば、今後支援機については空軍もどんどん無人化と AI 化が進むと思われます。運用すればデータも集まりますし、先に運用を開始した方が AI の成長も早く、他社が追随するのはどんどん難しくなるでしょう。ボーイングはかなり有利になったのではないでしょうか。近藤が思うに、次は艦載型の早期警戒機が無人化、AI 化されるのではないでしょうか。早期警戒機の電子士官が行っている業務は、すでに E2D では地上からオペレーションが行えるようになっております。電波妨害を受けている中でのオペレーションの精度は、という問題は残るので解決が必要となりますが、無人化することにより空中給油を続けながら長期の作戦行動も可能となりますので、無人の方が効率よく運用でき、常時空母の周囲に早期警戒機を配置するには最適ではないでしょうか。ボーイングの MQ-25A は2019年に初飛行を行っており、試験を続けています。今後の進展状況が気になりますので、新しい情報が入ればお知らせします。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.